しばらく出てきてないから、もうその宝物系がね、また出てきそうな感じがするんだよな。だから今日もしかしたら宝物をコンプいけるかもしんない。ナポレオン一世の王冠が出て。しばらく出てないからさ、こっちの英雄の宝物シリーズ、早く出してやがな。どんだけ黄金輝いてんのか、まあ、大きさはね、これぐらいだと、これがでかいんかな。まあ、画像見た感じで大きさ同じぐらい見えるからさ、でも実際出してみた感じでもこの黄金のマスクっぽい感じがしたんだよね。これ大きさ的に。まあ、これぐらいだろうなと思って、王冠も。で、こっち王冠出たらもうダイヤ以外コンプだから、あとは、ダイヤモンドの原石を出すのみと、出るまで掘り続ければ、てか、あるよね、絶対ね。待ってこれ入ってるよね、当たり。いや、マジもうこんだけ開けても、まあでもそう、ダイヤだからそうだよ、甘くないよな。そうだよ、それ甘くないわ。何を甘っちょりこと言ってんだと。ダイヤだぞ、本物の。そう簡単に出ねえよな。いや、でもこれで出てきてくれたらすごい嬉しいんだけど、目標はナポレオン一世の王冠かダイヤがいいな。いやー、どうしてもさ、ナポレオン一世の王冠コンプしてから、で、宝物コンプしてから王冠出してね、宝物コンプしてから、ね、あの、ダイヤを狙いで。いや、そっちの方がいいような気がするけどな。それでも盛り上がる感じがするよね。よし、それでは、掘っていきましょうか。この掘り掘りシリーズは掘るのがね、楽しいからね。ちゃんと掘らんとね、なんか割りたくなるんだよ、握力で。これで割れる気がする。いや、でもダメだ。あかん。それダメだ。それダメだよ。それ邪道だよね。ちゃんと、ホリホリシリーズなんだから。掘らないと！そう。あ、緊張してきた！ガサってなんか当たんねえからね。当たったらな、このシリーズは。おっと。え、こんな上に？え、こんな上にあるの？もう、直に入っていくからダイヤじゃないね。宝物でもないわ、これ。石だなぁ。なんだろうな、パウルー。なんだ、ゴールド。あ、でもちょっと待って、タイガーアイか。タイガーアイじゃないか。え、なんかすごい綺麗な、タイガーアイ。めっちゃ綺麗な、タイガー、めちゃくちゃ綺麗じゃんこれ。おそらくタイガーアイだけど、なんかすごい綺麗なタイガーアイが出たぞ。これだろ多分、タイガーアイ。え、違うかな、ブラッドストーンかな。すげえ綺麗じゃん、このタイガーアイ。ブラッドストーンがタイガーアイだと思うんだけれども、え、どっちだ。いやー、でも外したな。外したけど、タイガーアイだな。これブラッドストーンじゃないわ。すごいなんか、しかもさ、下がさ、こう平らになってるからさ、なんかこうやって飾れるタイガーアイじゃない、これ。確かにネットで調べても、タイガーアイとか調べたら、屋用のタイガーアイとかあるんだよね、こうやって。セッティングして置いて飾れるようなタイガーアイがあるから、ブラッドストーンじゃないと思う。これタイガーアイだわ。石の名前にもなって、タイガーアイはコロエル全てを見通す虎の目。最近あのムーのやつでさ、レッドバージョン手に入れて丸いやつね。でも俺ね、加工され、ああいう風にさ丸く加工されてるようか、こう原石のこの石っぽい形残ってた方が好きだわ。これこっちの方がいいよね。タイガーアイもさ、いろんなのあるんだけど、なんかこう自然の形してるタイガーアイとか、原石がすごい好きだわ。古代エジプトでは聖なる石と信じられ、神の像の目にはめ込まれていた。ほう、目にはめ込まれて、この石を持って本質を見抜く力をつけ、失敗を恐れず何事にもチャレンジしよう。でもチャレンジ頑張ってるけど、ダイヤが、あと王冠が出ねえな、くそー。ということで、今回も、コンプリートできるぞ。いや、ナポレオン一世の王冠強いわ。もうそろ出てきてくれると思ったんだけどね。出てきてくれなかった。てか、これほんとタイガーアイで合ってるかな？これタイガーアイだよね。間違いなく、タイガーアイだと思うんだけれども、今までに出したこのタイガーアイ、これはすごい綺麗でね、これ。これめっちゃ綺麗じゃない？このタイガーアイ。これ。ピッカピカの。これタイガーアイじゃないんかな？もしかして。すごい綺麗でしょ？でもタイガーアイだと思うんだよね。今回の違う感じ、ほら。全然なんか違う石に見えるよね。で、おそらく両方でタイガーアイだと思うんだよな。で、もう一個あってさ、タイガーアイ。これ第3回目に出したやつか。これもね、タイガーアイだと思うんだよね。
タイガーアイ、タイガー、え、違うか、間違ってるよ、俺、これもしかして。ブラッドストーンかな、どれか。ブラッドストーンの可能性あるとしたら、これタイガーアイだと思うんだよな。すごい綺麗なさ、ウコン色のさ、輝きを放っている。すごい綺麗じゃない、このキラキラ。これ何なんだろう。これがタイガーアイだとしたら、これとこれがなんか同じぶり、え、なんだこれ。でも同じ石でも個体差あるからな、この石で。多分ね、両方ともタイガーアイだと思うんだよね、これとこれ。で、これもタイガーアイだと思うんだよな。え、違ったらどうしよう。え、違って、これみんな合ってるかな。まあ、間違ってたらみんな多分教えてくれると思うから、多分合ってるとは、お、あ、違う、これね、今回出したやつ、ここ、タイガーアイ。で、タイガーアイ。でも見た目全く違うよね、パッと見、ほら。同じ、ブラッドストーン、ブラッドストーン、これ、これ、これでも赤いブラッドストーンもあるんだよね、紙見る限り。でも透けてるやつは、あの、カーネリアンってことで、これあの、ブラッドストーンだと思ったんだけど、透けてたから、ほら、トカチ石みたいですごいね、綺麗なんだよね。めっちゃ綺麗だよね。俺昔子供の頃トカチ石めっちゃ集めててさ、真っ黒なところにさ、赤いこういう模様入ってたり、紫の模様入ってるやつがめちゃめちゃ好きで、超集めててさ、自分ちの庭に持ってきてたんだよね。いろんなとこから拾ってきて。まだ実家にあればあると思うんだけど、それ今度帰った時、あの、撮るわ。めちゃくちゃ綺麗、絶対残ってると思うから、あれをみんなに見てもらいたいな、俺のトカチ石。あの、黒曜石ね、トカチ石って。北海道だとトカチ石って言うんだよね。一般的には黒曜石か。黒曜石っていうあの黒いガラスみたいなやつあるでしょ。あれ、あの石はすごい好きだったんだよね、子供の頃。で、めっちゃ集めてたの。ほんもうほんと1000個以上あると思う。庭に。捨てられてなければ、どかされてなければだけどね。ということで、また次回ね。いやー、出ねえなー。早くナポレオンコンプしたいんだけどね、ナポレオンね。こっち決まればあとダイヤだけだから、まあ、あと1個だったら2個ずつぐらい開けようか。2個ずつぐらいね。一気に2個ずつぐらい。とりあえずこっちやっぱ仕留めるか先にね。ナポレオン一世ね。なかなか出ねえわ。いや、今日のタイガーアイじゃなかったら、ごめん、あの、ブラッドストーンの可能性もあるよ。やっぱこう見るとね、ブラッドストーンみたいな感じもしてきたわ。でもタイガーアイだよな。見た感じかな。ちょっと似てなくも、似てない感じもするんだけど。まあでもタイガーアイだと思うわ。次回とりあえず金だからな。その前に金も出していただくな。あとルチルクオーツなんだよ、金の方は。ルチルクオーツも早く出さなきゃ。